次回予告。ニーニー、ママ肉まん食べないの？いらない。ママ肉まんこんなに美味しいよ。この溢れる肉汁、そして皮の肉厚で甘みのある食べ応え。ニアはいいよな、幸せそうで。次回接近。ニーニー、明日もまた日は昇るよ。皆さん、次回お楽しみに。次回予告。どうしたのニーニー、妙にテンション高いよ。ミアにはまだ今の僕のハッピーさはわからないだろうな。どのハッピー？ミアはまんま肉まんがあれば結構ハッピーだけど、それよりハッピー？まんま肉まん20個分くらいはハッピーかな。そんなに？次回やきもち。かわいそうなニーニー、もう人生のハッピーを全部使い果たしちゃったんだね。不吉なこと言わないでくれ。次回予告。とうとうクリスマスが近づいてきた。僕はハッピーにイブを過ごすことができるんだろうか。ニーニー、考えてたってアタックしなきゃ始まらないよ。ミア、どんどん当たって砕けてこい。おい。次回恋愛。雪の降るクリスマスイブ、小さな奇跡は舞い降りるのか。サンタさん、ミアにまんま肉まんプレゼントしてくれるかな。次回予告。さあ、次回からタナマチカオル編スタートよ。カオル、あんまり無茶するなよ。あんた何言ってんの、最初からぶっ飛ばしていくわよ。ほどほどでお願いします。まあ楽しく行きましょう。了解。まあ、あなたったら本当は嬉しいくせに。僕が肘でつくな。あと、あなたじゃないし。次回、悪友。中学からの友達カオルとの新しい物語が始まる。どうぞお楽しみに。次回予告。あら、ニヤニヤして何を見てるの？森島先輩。ねえねえ、何を見てたの？ギク。それはアルバイトに精を出す少女のひたむきな絹雄の姿に思わず目を奪われていたと言いますか、思わず見ちゃったと言いますか。男の子としては仕方がないわけで。ははん、さては太ももに見とれてたな。次回戸惑い。どこどこどこの子の太ももがそんなに魅力的なの？先輩。次回予告。ねえ純一、今日は図書室へ何しに来たかの？それはもしかして。ギク。そっか、純一もテスト勉強か。私も苦手な数学頑張らなくっちゃ。うん、頑張れよ。まさかカオルのおへそにキスしてたとは言えないよな。次回裏切り。リホコ、数学ならわからないとこ教えてあげるからな。本当？次回予告。立花くん、午後の授業サボっちゃダメよ。綾辻さん、いや、これには事情があって、その。はい、私のノート、よかったら使って。え、いいの？うん、テストも近いしね。田中さんにも貸してあげないといけないから、なるべく早く返してもらえると助かるかな。あいつは一日休んでたんだもんね。次回進展。ところで、田中さんはすぐに見つかったの？え、なんで知ってるの？次回予告。次回からは中田さんの出番だね。はい、中田さん、15歳です。よろしく お願いします。中田さん、今からそんなに緊張してて大丈夫？頑張ります。次回後輩。夏に出会った少年と少女は恋の歯車に巻き込まれていく。恋の歯車。予告。先輩、鼻の下が伸びてますよ。そんなことないよ。まるでグラマラスな後輩にじゃんけんで負けておんぶして役得役得なんて考えてる人の顔みたいですよ。ギク。図星ですか。次回特訓。中田さんとの特訓の日々は続く。ところで君は誰？ミヤちゃんと中田さんのクラスメート、七崎愛ですよ先輩。次回予告。ニーニー、魚に足をつつかれるサエちゃん、なんだかエッチだったね。何を言ってるんだよ。あれは特訓なんだから、僕はそんなこと考えたりしてないぞ。へえ、じゃあなんでサエちゃんの胸を凝視していたの？ニーニー。それは次回変革。中田さんのあの言葉の意味は何なんだろう。きっとニブチンのニーニーにはわからないよ。次回予告。
さえちゃん。先輩。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 さえちゃん。次回、恋人。二人の恋の歯車を僕は回すことができるのか。先輩。次回予告。よう大将。どうしたんだよ梅原。お前が予告に出るなんて、まさか次回からのヒロインはお前なのか。おいおい、そんなわけねえだろ。だよね。よかった。俺の情報じゃ次のヒロインは結構きっつい子らしいぜ。本当。大丈夫かな僕。次回最悪。ちょっと待ってよ、このタイトルヤバくないか。まあ覚悟を決めんだな。次回予告。立花くん、あなた何を食べているの。塚原先輩、これ大判焼きなんですけど、お一つどうですか。あら、ありがとう。というとでも思ってるの。すみません。ところであなた、うちの七崎にちょっかいを出しているようだけど、ちゃんとわかってるわよね。何をですか。遊びだったら許さないってことよ。次回ときめき。誰が誰にときめくのかしらね。塚原先輩かも。次回予告。ニーニー、大事な話があるんだけど。なんだい我が妹よ。ニーニーは大きいのと小さいのどっちが好き。なんだよいきなり。ちゃんと答えて。その小さいのには小さいのの良さもあるけど、でもまあどっちかと言われれば大きい方がその好きかな。そっか。次回変身。じゃあ特別にこっちの大きいママ肉もあげるね。え？次回予告。タイムの伸び悩みか。ここを越えたらまたタイムが伸びるようになるのかな。そうね、きっと愛ちゃんならババッと早く泳げるようになるわ。森島先輩。あ、先輩はいつも水泳部を覗いてるんですよね。そうよ、いつもこっそり覗いてるの。見つかると響きに怒られちゃうから。次回告白。愛ちゃんの背泳ぎはチラッと見える脇がセクシーなのよ。ま、脇。次回予告。純一、大事な話があるんだけど。あ、なんだ有穂。あのね、次回から私が主役みたいなの。え、それってどういうこと。え、そのまんまの意味だと思うけど違うのかな。リホコはバカだな、きっと誰かの冗談だよ。そうなのかな。次回思い出。やっぱり私主役みたいだよ。それじゃ僕の立場は。次回予告。すごいね桜井、あんた予告もやらせてもらってるんだ。うん、一応主役みたいだから。ところでさ、あの抜け穴はあんまり使わない方がいいよ。なんでかなえちゃん。いやだって膝をすっちゃうし服も汚れるでしょうが。朝っぱらから女子としてそれはどうなの。うん、そっか。次回手伝い。こんなんじゃ純一に愛想つかされちゃうかな。本当に世話が焼けるわね。次回予告。リホちゃんメリークリスマス。メリークリスマスミヤちゃん。はい、プレゼント。ミヤちゃんにはゲートのパンツだよ。風邪をひかないようにね。わあ、ありがとう。これで寒い日でもぬっくぬくだね。そうだね、ぬっくぬくだよ。ひひひ、ぬくぬく。次回引き継ぎ。じゃあミヤからはこのまんま肉まんをプレゼント。あ、私今ダイエット中。次回予告。とうとう年も明けちゃったねリホッチ。明けおめ。今年もよろしくお願いします。そうだね、今年もよろうって。あたしらもう今年は卒業だっての。あ、そうだった。うっかりさん、しっかりしとくれよ。次回さよなら。早く新入部員をゲットしなきゃ。ゲットするのは新入部員だけかい。え、ダーリン。次回予告。あら立花くん、どうしたの。ずいぶん嬉しそうね。あ、綾辻さん、いや久しぶりの予告はつい力が入っちゃうね。よかったわね。うん、さあ次回からは綾辻さんの出番だよ。緊張しちゃうわね。お手柔らかにお願いね。オッケー、僕にドーンと任しといてよ。次回発見。頼りにしてるわよ立花くん。了解。
回予告。純一どうしたの、そんなに怯えて。か、カオル、男ならちゃんとしなさいよ。あやつじさんが、あやつじさんが。あやつじさんがどうしたの。あ、さては実行委員の仕事の手伝いが思ったより大変だったんでしょう。いや、そうじゃなくて、その次回、裏側。彼女意外と厳しいところあったりするもんね。根が真面目なんだろうけどさ。根が。次回予告。橘先輩、何か楽しそうですね。なんていうかさ、労働に従事するっていいことだよね。そうですね。労働って言っていいのか分かりませんけど、私も家事をするの結構好きですよ。へえ、七咲って意外と家庭的なんだね。そうですか。よし、僕も実行委員の仕事もっと頑張るよ。次回プライド。先輩、綾辻先輩をしっかりフォローしてくださいね。え、ああ、もちろん。次回予告。立花くん、創設祭までもう一息ね。ああ、そうだね。クラスのみんなとも仲直りできたし、創設祭の準備きっとうまくいくわ。うん。素敵な創設祭にしましょうね。またクリスマスイブがやってくる。次回約束。僕の好きになった綾辻さんはどこに行っちゃったの。私は私よ。次回予告。ミニ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。なんだ。ある日、見知らぬ可愛い子に突然告白されたらどうする。え、なんだよそれ。いいから答えてよ。ほら、どうする。可愛い子に告白されるのは嬉しいけど、その子のことがよくわからないんじゃ OK はできないかな。ミーニにしては意外にまともな回答。次回真実。僕が振られたあの冬の記憶がまた蘇る。